はい、お疲れ様です。ワイスファクトリーのアンドライドの動画になっております。今日はですね、お母さんがお仲間さんと一緒に人生 XR の125エッチラーをね担いでて、8の字特訓、やってきた素材をね持ち込んでくれたんで、そちらをお仲間さんと一緒に、見ていこうかなという感じなんですよね。まあ、ターさんなりにいろいろこれからやってみたいという方にねお伝えしたいものもあるかと思いますんで、まあ、長尺ではございますけども、ターさん持ち込みのものをノーカットでいきたいと思いますんで、ちょっとねお付き合いいただければと思います。では行ってみましょう。はい、どうもおはようございます。今日はですね、ここはね千葉なんですけど、バイク練習スペースというところにね来てます。今日はねライディング講師ということでね、割と真面目な企画になっております。今日の生徒さんはなんとですね、セナさんです。はい、はい、まあいつものセナさんなんですけど、ですね、今日はね基本からバイクの操作っていうところをね、もう最初の基本のところからやっていきたいと思いますんで、じゃあ今日は一日よろしくお願いします。はい、というわけでですね、今日のライディングレッスンに使用するバイクはですね、このセナさんのバイクが、GSX-R125 でございます。僕のバイクと基本同じなんですけどね、セナさんのはねちょっと、年度が新しくて2020年型のバリバリの土新車ですね。まあ別に何をやってあるってわけじゃないんですけど、吉村マフラーそしてステップはねちょっと、ブラケットで上げてもらってる感じと、リアショックが少し加工されていて若干柔らかくなってるぐらいで、あとはだいたいノーマルですかね。まあタイヤもノーマルですしね、はい、まあでもこれぐらいのスピードならねタイヤノーマルで十分だと思いますんで、はい。そして僕のバイクがですね、ちょっと古めの GSX-R125 なんですけど、今年これをねちょっともうちょっと煮詰めていくよっていう感じになっております。最近ねリアショックの方を、車外製に変えたんで、まあ今日はねこんなスピード出さないんで、どんな感じかまでは分かんないと思うんですけど、それもね、ちょっと試しに乗ってみようかなという感じでございます。はい、じゃあセナさんにはねですね、もうね本当はセナさんすでにさっきとちょろちょろとは走ってもらってるんですけど、今日はねもう最初の基本のところから、立ち返ってやっていきたいなっていうふうに思っております。はい、でまあ午前中はねちょっともう一定方向にぐるぐる回ったりとか、8の字を書いてもらったりとかっていうね基本中の基本のところからやっていきます。なんというかですね、まあまず膝すってバリバリ走ってるような状態に慣れてもらうっていうところからですかね。そこでちょっとフォームも固めていっちゃうんで、まずは基本的なフォームからちょっと確認していきますんで、ちょっとバイクまたがってみてください。普通に街中を走ってるような感じでブーン乗ってみてもらって、ここから左コーナー入ります。左コーナーハングオン、はい、そんな感じになっていくわけなんですけどね、ここでちょっと注意点ですね。はい、一番重要になってくるのがねステップの踏み方っていうことになってます。はいはい、はい、悪くないですね、悪くないですけど、そうできればねこれもうちょっと根元をね踏んで、根元を踏んでもらいたい感じですね。このステップからね足がはみ出ないようにしてもらいたい。たまにいるのはそのステップの先っぽ踏んでみてもらえます？こんな感じで踏んじゃう人がいるんですよね。これね明らかにバイク寝てきたら足つっちゃうんでなるべく内側にしまってくださいっていうことですね。はい、そして重要なのはつま先で踏んでもらうっていうことですね。はい、あ、はい、いいですね。はい、基本的な形はできていると思います。重要なのはね、まあ、つま先でステップ踏んでもらって、で、このねちょっと脇は締めた感じで、タンクを押さえる感じですね。で膝はここに引っかかる。でここ膝の引っ掛けがね甘いようだったらなんかここにねつけてもらった方がいいと思います。僕はつけてますけど、頭はどうしてもねこの頭がバイクの傾きと一緒に倒れるっていうのはあんまり良くないですね。なるべくそう路面と垂直にしてもらって、で曲がる方を見る、曲がる方を見るっていうことですね。曲がる方を見る。そして上体はリラックス、上体はリラックス、上体はリラックスで、そんな感じですね。あ、いいフォームだと思います。はい、
こんな感じでやっていきましょうということで、はい、ではじゃあセナさん早速、練習の方入っていきたいんですけど、まあ、まずですね、ぐる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 円を描いてもらいますんで、まあ、僕の後ろついて走ってもらうような形から入っていこうと思います。で、徐々にですね、8の字にしたりとか、あとは5からコース設定もしていろいろ課題を煮詰めながらやっていくっていうような格好になっていくかと思います。さあ始まりましたライディング教習なんですけど、まずはね、この基本のぐるぐる回りからですね、はい、これはね、もう一番最初にやった方がいいんですよね。これでもうバイクをね、寝かすっていうことに抵抗感がなくなるっていうまで、なくなるまで、もう膝擦ってる状態でもね、もう本当に鼻歌ってやってられるぐらいまで、これはやっといた方が先へ進めないんですよね。やっぱり怖がってるうちはね、なかなか、積極的に技術の研究みたいなところまではいかないので、これでもう本当に怖さがなくなるまでぐるぐる回ってもらうっていうことが大事かなって最初は僕は思います。今瀬名さんもね、後ろをついてきてもらって回ってるんですけど、はい、じゃあちょっとね、瀬名さんの感じ見てみましょうか。はい、なかなかね、少しこうバイクを寝かすときと、起こすとき、少しアクセルワークでメリハリ出してもらうといいですよっていうことはね、言ってるんですけど、それアクセルワークがね、やっぱりぎこちないとなかなか円がね、安定しないんですよね。うん、基本的にね、フォームは悪くないですね。これでもうちょっと膝出しちゃえば、もう膝擦っちゃう感じですね。はい、ちょっと一回止めてみましょうか。左側の膝をもっとグワッて開いちゃいましょうか。そうするともう多分膝擦れちゃうぐらいだと思うんで、なんかもういわゆる無理膝って言うんですけど、無理にでも膝を地面に擦りつけに行くぐらいのイメージでもいいかもしれないです。はいはい、そうですね。はい、あー、いい感じかもしれないですね。ちょっと股関節が硬いかな。もうちょっと膝開けるはずだけど、はいはいはい、ちょっとやっぱアクセルワークの問題ですかね。はい、ちょっとギガチないですかね。そこですりゃそこですっちゃ、あら、もうちょっと膝が開いたらすれるはずなんですけどね。はい、この目の回る地味なトレーニングですね。バイクを、ね、寝かす感覚に慣れてもらうっていうことですね。もう体から恐怖心を取り去るっていうことですよ。基本のぐるぐる回りの右回りバージョンに入ってきましたね。これがですね、やっぱりちょっと右回りっていうのはね、やっぱ最初苦手な人多いんですよね。なんですけど、まあ、セナさんは悪くないと思いますよ。ただやっぱりちょっと体感じ硬いですね。上半身も固まっちゃってるぐらいな感じになってきますかね。やっぱりちょっと怖いなっていうところがあるんじゃないのかなと思うんですけど、まあ一回ね、良きにしろまあ悪いにしろね、自分の右を曲がるホームっていうのをね、これ見つけてもらうことですね。それはもう怖くなくナチュラルにコーナーに入っていける自分の形っていうのをまず見つけてもらうっていうのが大事じゃないかなと思います。上手くなってからね、直しちゃいいんですよ、ホームランっていうのはね。はい、ここからね、8の字の練習に入っていきます。8の字の練習っていうとね、やっぱり大事になってくるのは、アクセルの開け閉めでリズムを出してもらうこと、それとあとはそのアクセルの開け閉めによって、バイクを狙った方向に誘導していくっていうことですね。まあ、こうやって、全然違ったトンチンカンなところ行っちゃうっていうのはなしですよっていうことですね。そのアクセルの開け閉め、リズム、テンポ、毎回同じところを徐々に徐々に少しずつスピードを上げていって精度を上げていくっていう練習ですね。
さあどうもセナさん八の字ということですけどお疲れさでございました。どうですかね、やってみてなんかうまくいかねえなみたいなところありますか。アクセルのメリハリですね。あ、まあそうですね、起こすときにアクセル回すのと、はいはい、であと、はいはいはい、そのポイントですよね、こう開くときの、はい、それがまだバラバラですね、はい、ですね。だからスピード殺しすぎちゃってアクセルを開けるのも遅れてなんかあおっとっとみたいなこともあったりとか、アクセルの方が開けるのが早すぎて狙ったところより外まで膨らんじゃうみたいな感じですよね。まあ外まで膨らんじゃうのはまあこのコースなら飛び出すことはないので関係ないんですけど、次のコーナーの入りの問題ですよね。オーバーランしちゃうんで、その時はねひょっとしたら僕はねブレーキをね、前ブレーキをうっすら舐めるんですけど、後ろブレーキうっすら使うとか、そういう器用な人はね後ろブレーキ使ってもらった方がいいかなと思うんですけどね。僕は不器用なんで前ブレーキはね常に結構割といつでも触れるような状態にしといて、前ブレーキ舐めたりしますね。はい、そんな具合ではやってますけど、じゃあちょっと僕が走るところを見ててもらって、はい、参考してもらってかな。はい、じゃあですね、これ、八の字からですね、区画を一体に使って少しね、コースを複雑にしてミニサーキットみたいなね、レイアウトにしてみました。少し、まあ複雑になるのと狙いをね、少し絞っていきます。ブレーキング、強いブレーキングからのコーナリングという部分をね、少しこの狭さの中で、盛り込めるところをねちょっと作ってみたんで、それはね八の字にはないところですね。もうワンランクレベルが上がるわけです。ここで1回ブレーキング、ここで強くブレーキング、コンパクトに曲がる、スッスッと曲がる、ここからは開けていく、でここもね限界ギリギリまで開けていく、白線まで、ここも白線飛び出すまで、そしてここで強くブレーキング、これをね、ちょっとセナさんにはね、お願いしたいと思います。じゃあ後ろついてください。ちょっとね、メリハリを大げさに走ってあげてイメージをね、つけてもらいたいですね。ここはね、アウトいっぱいまで、ここもアウトいっぱいまで、ブレーキ強く、こういう感じですね。このね、ゆったりでいいんですよ。ここからは行きますよ。こういう感じですね。この辺なんかね、別に練習のうちに入らないんで、ここからですね、攻めていく、攻めていく、攻めていく、強くですね。さて、そう、どうですかね。僕の意図が伝わってればいいんですけど、あ、いいですね、悪くないんじゃないですか。はい、ここでしっかりブレーキ、そうですね、ちょっと突っ込みすぎましたね。ブレーキが甘いんですね。ここをうまくブレーキングして入れるかですね。まあ、ちょっと膨らんでますね。小さく曲がらないとダメですね、ここは。あ、ラインが違いますね。こうです。はい、ラインが違いますね。こうですね。ラインが違いますね。こうですよっていうことですよ。そうしないと開けられませんからね。
はい、オーバーランですね。ああ、もうとっちらかってますね。ちょっと一回止めてアドバイスした方がいい感じですね。4時過ぎまでですかね。まあ結構走りましたね。いやあ、これ基本中の基本の練習なんです、ね。やっぱりサーキット行く前にまずそのバイクがベターと寝ても全然大丈夫なんだっていう恐怖感をまず取り去ってもらって、であと大事なのはあのアクセルワークとかブレーキングワークで自分の狙ったところに。そう、バイクが行くっていうことですよ。どこを走ってもいいルールじゃないですから。ですね、なんですけど、まあ、サーキットで、ね、そこまでシビアな練習すると、まあ、コース飛び出しちゃうんで、ここはいいですよ。さあ、自分で目印をつけて、ここを走るようにしようって決めて、失敗しても飛び出さないですから。なんで、密度の濃い練習ができるっていうのがこの8の字のいいところです、うん、なんでこれからまたサーキットを走ってからも自分にはこういうところが足りないなと思ったらやっぱりこういう練習 で、ね、はい、定期的にやってみるな僕はねいいと思います。そうです、サーキットを走るよりもタイヤとかバンク角とかそういうオートバイから出てくる情報に対してものすごく敏感になれるんで、なかなかオートバイとしっかり向き合うわけにいかないんですよ、サーキットだと。周りにたくさん人走ってるし、やばいこと、タイムは気になるし、タイムも気にしない、周りも気にしない、オートバイだけとしっかり向き合うっていうのが、この練習になるんで、これはね、誰でもやる練習なんですけど、定期的にやった方がいいと思います。はい、本当に思いましたね。またちょっと機会がありましたらね、やりたいと思いますんで、もう常にここはチェック入れときます。そうですね、はい、じゃあまた次の機会をということ で、ね、はい、頑張っていきましょうということで、はい、本日は、ターさんのライディング教習所、基本編ということでございました。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、こんな感じになっておりました。ね、まあ、練習をね、すると、オートバイのライディングっていうのはスキルが上がるというのは本当楽しくなるということなので、ただまあね、ターさんが長年のブランクありながら、すぐにこうやって形になるっていうのはもういろいろ散々昔やり尽くしたからっていうことはありますんでね、これからやってみたい方なんかっていうのはね、もうで特にうちのお仲間さんなんかね、もう僕なんか同世代でいきなりちょっとやってそんなね急に上手くなるものではないですし、危ない領域に行ってね楽しくないんじゃ、つまんないなと思うので、まあ他者にはね無理なくお仲間さんへの指導とか、怪我なく楽しくよろしくお願いしますよという話はしております。まあね、他さんみたいにもう50もう目前にしてバク転やったりとか50メートルも7秒前半で走ったりとかね、そんなの普通のおじさんじゃないんでね、そんな人ゴロゴロいないんですよ。ただね、危ないことだけはね注意してもらってと、でゆっくりでいいじゃないですか、のんびりスキルアップしていくとオートバイもね乗るの楽しくなるんでと
いうようなね、まあ、そういう教材にしてもらえたらいいなという今日の動画でございましたね。僕はまあ、瀬名さんもね、こうやって走り込んでもうちょっとずつ上達してってライディングが楽しくなったらいいなと思いますけど、まあ、僕はターさんみたいにそういったこうライディングのスキルがね突出したものが、ある乗り手ではないので、瀬名さんにこう直接ライディングのレクチャーとかは、まあ、したことがないんですけどね、何かこう一つアドバイスをね今日の動画で瀬名さんにさせていただくということがあるんであれば、そうですね、瀬名さんマスク逆でしたよ